ょっとゲップ出ちゃった。ロアとね軽く喋ったんだけどね、あらダメだろ、僕の今月の食事代です。じゃあお前どうすんだそれ、お前どうすんだそれ、帰ってこないでそれ、私の食事代になっちゃうんだけどそれ。あとね、うん、なんだ、なんかボイスルっていう話になっててさ、ゆめさんとね、あー、そんで、なんだろう、こいつはいいやつだなって思ったのがね、なるほど、あれちょっと待ってね、チューニングする。わかる?ロアのクソみたいなボイスを1000円で売るのはちょっと高いと思うのだ。1000円じゃ誰もみんな欲しい人なんていないし、ほんと、クソみたいなボイスで、あれなのだってね、あれなのだ言うてましたね。そんで、そんなことないよみたいなね、話をしてね。あれなんだ、だから住所とか教えてくれたら、みんなにその1000円で買ってくれた人に手紙とか書くのだって言ってましたけどね。それやったら死ぬからやめなさいって言っておきましたね。死にますって。それだけでね。優しいですね、これね。うん。